邪魔します。おい、あんた。おい。今のは。こっちのことを任せちょけ。 久しぶりだな、切り込み隊長。誰だ？ご挨拶だな。忘れちまったのかよ、この声、この顔を。柔道。
言ったろ、戦場じゃ背中に気をつけろってな。コルカツベビー、死んじまったってか。は、確かにな。あれから随分辛い旅をつ。おめえ昔言ってたよな。それがどうだ。違う、俺は。恨む、勘違いぞ。それが大将。確かに残酷な最後だったけど、あんな結末だったからこそ俺はグリフィスを恨ん。わかるか、おめえがまだ半端にあのグリフィスにとって、おめえ出なきゃおめえもこっち側にいるはずだからな。そのおめえがはあ、俺たちは腐っても鷹だ、鷹の段だ。本大将に刃を向けられて、お前がグリフィスと戦う。言わせ。行くぜ、ガッツ。どうな。行くぜ、野郎ども。戦い。てめえは
俺たちの恨みを晴らすために戦ってるんじゃねえ。てめえ自身の恨みのために這いずり回ってるのさ。はあ、綺麗事言ってんじゃねえぜ。パック、だるぞ。え？来い。逃がさない。痛い。さあな。クワ、行くぞ。いいもんですね。こういうしんみりしたのもいかにも旅って感じがしますよ。どこがだ、ろくでもない。寒いは空腹だわ。それじゃあやっぱり帰りますか。黒い剣士を諦めて。そのつもりはない。諦めるものか、黒い剣士。男に出会った時、私の見知った世界が音を立てて崩れ去った。あれが本当の私だ。私は権力で飾り立てられた私ではなく、本当の自分と向き合いたい。権力に振りかざすことでしか自分を見出せなかったファルメーゼ。黒い剣士に出会ってから変わってしまった。執拗に黒い剣士を追い求めて、まるで炎で雪を溶かそうとでもするように。Thank you.
よっ。おい、石泥、石泥ではないか。わあ、パック、見つけた。にゃー、おひろ、一歩や助けて以来かね、生きとった。ダリメよ、あのぶっちぎりの強さを盗むまでは諦めねえ。うわはあ、荷物持ちの代価に荷物全部持ってく人がいますか。これはな、盗んだわけじゃねえぞ。俺はおめでたいお貴族様に世間のエグさを親切にも享受してやろうと。おや、というわけでお客様をお連れしました。どうも。探したぜ、血まなこになって。さあ、教えられてやろうじゃねえか、あんたの剣の奥義、秘奥義、余すところなく。で、お前ら何なんだ。セルピコ、ひざまずきなさい。何の真似だ。黒い剣士殿、どうか私どもを旅の一行にお加えください。私は知りたいのです。私の姿、秩序を超えた真実を。そして学びたいのです、秩序の巧妙なき闇の中でも生き抜く術を。どうかお導きください。何言ってんかよくわかんねえ。ダメダメ、お帰り。貴族ってのはどうしてこう仰々しいんだ。好きにしな。邪魔にならない限り俺は口出ししねえ。ただ明日にあんた後悔してるかもしれないぜ。俺たちと行くってことはもう眠れる夜は来ないってことだからな。この俺が初めて赤の他人に期待してる。自分のまがまがしさに切筆してる。それで、みんな大丈夫かよ。腰が。
ドボカ。どけるや。あいつら、どうやらこの街道沿いはお化けさんでいっぱいのようですね。
このままでは俺一人ならなんとかなる。一旦引くぞ。キャスカさんとファルネーゼ様を連れてここを突破するのは難しい。ガッツさん、コベッコのあたり少しでも数を減らしてから。ああ。んでパック、明暗って？もちろんピカリンと同じ。嘘。ざって連中だぜ。
か俺も。ここら一帯に大きな傭兵団が。さあな。もしそうだとしたらやっぱり来るぞ。こりゃ切れないよ。毎度のことだけど。いいで、いいで。相手が何だろうとお構いなしですか。Yeah.
俺様に任せとけ。いや、ここで戦うのは不利です。一旦引いて。そうだな。オラオラ、卵見せれば今日は燃えるゴミの日だ。せい、しょー、いつか俺も